三角貿易とは、三つの国や地域が関係している貿易構造のこと。主に17世紀から18世紀に展開された、イギリスなどによる大西洋での貿易を指す。二国間の国際貿易において、貿易収支が長期間不均衡のままであると、赤字の国から国際通貨が流出し続け、最終的には決済手段がなくなってしまう。銀本位制の場合、黒字国は余剰となり、国内価値が低下した通貨で相対的に割安となった外国商品の輸入を増やし、赤字国は通貨不足によるデフレで国内価格の下落した商品を輸出に向けることにより、貿易収支は均衡に向かおうとする。この新たな輸出入の相手は第三国でも良い。特に大航海時代以降に、イギリスが主体となった三国間貿易を三角貿易という。当時の西アフリカでは戦争捕虜を奴隷として輸出していたが、その奴隷が三角貿易の主要な商品であったことが、現代ではポストコロニアリズムの観点から批判されている。大西洋三角貿易海流の北、大西洋旋回ほか三角形の頂点にあたる地域はヨーロッパ、西アフリカ、西インド諸島の3地域。辺にあたる貿易ルートは、ヨーロッパの船による一方通行となっており、また、特定の海流に乗っている。17世紀から18世紀にかけて、イギリスをはじめとするヨーロッパでは、喫茶の風習が広まり、砂糖の需要が急激に高まった。それに伴い、砂糖を生産する西インド諸島及び、ブラジル北東部などでは労働力が必要となった。こうした状況の下で、ヨーロッパから出港した船は、カナリア海流に乗って、西アフリカへ、繊維製品、ラム酒、武器を運んだ。輸出された武器は対立するグループ間へ供与され、捕虜の確保を促すこととなった。それらの品物と交換で得た奴隷を積み込み、南赤道海流に乗って、西インド諸島やブラジルへと向かい、交換で砂糖を得て、メキシコ湾流と、北、大西洋海流に乗って本国へ戻った。こうして、ヨーロッパ西アフリカ西インド諸島ヨーロッパという、一筆書きの航路が成立し、三角貿易と言われた。奴隷の一部は、アメリカ合衆国南部へと輸出され、多くは、綿花のプランテーションで働かされることとなった。綿花は、イギリスの織物工場へ輸出され、産業革命の基盤になったとされている。貿易の平均的な利益率は 10% から 30% と言われている。17世紀後半から18世紀後半にかけて、アメリカ独立戦争以前のイギリス本国、北米大陸の英領13植民地と、英領西インド諸島における貿易も三角貿易の一類型である。これは、カリブ海沿岸地域の農場主、奴隷のための食料として、北米植民地から農産物や魚を西インド諸島へ、西インドからの砂糖や糖蜜はイギリス本国、北米へ、そしてイギリスからは工業製品が北米や西インドへという貿易パターンである。また、イギリス船に南ヨーロッパ向けのニューファンドランド沖産の塩タラ、ボストン港からのトウモロコシを積み込むケースもあった。三角形の頂点にあたる地域は、イギリスインド、清の3つの国。辺にあたる貿易ルートは、実際には両方向通行であり、また、インドの中継貿易の形をしているため、三角形の形になっていないが、手形の流通によって三角形となっている。主要な取引品目の流れについて記載。当初、イギリスとインドの二国間貿易では、イギリスの貿易黒字、イギリスと清の二国間貿易では、イギリスの貿易赤字が続いていた。対インド黒字で、対清赤字を穴埋めできず、国際通貨の地位にあった銀が対価として、イギリスから清に流出していた。ただし、この時期、すでに為替手形による国際貿易が成立しており、手形交換所があるロンドンから直接清に銀が流出するのではなく、中継貿易地のインドから清へ銀が流出していた。事態打開を図るため、インドで麻薬であるアヘンを製造し、清へ密輸する活動が活性化した。こうした政策が推進されたのは、外国にお金が出ていくと損だという重商主義的な見方に、イギリスが囚われていたためである。清では麻薬であるアヘン消費が拡大し、銀はインドの綿製品輸入を経由してイギリスへ渡った。この3カ国をまたぐデービッド・サスーンのような貿易商人も台頭した。清はこの取引において大量の銀流出に見舞われ、アヘン密輸の取締り強化を図り、それが1840年のアヘン戦争への端緒となった。また、この3カ国は労働市場においてクーリー貿易も行っていた。ダウセンインド洋三角貿易はダウセンによるもので、アラビア人あるいはソマリアの人々が結んだものである。ダルエスサラーム、カラチ及びアデンに向けて出港し、バスラ、ムンバイ及びモンバサに寄港する形態の交易であり、中世にまで遡る。これら6港は交易関係者の中では有名であり、1960年代まではこの貿易が繁栄していた。インド洋北西部は季節風及びモンスーン海流と呼ばれる季節によって向きが変わる海流があり、これらに乗ることで容易に船舶が往復することができるという特徴的な海域である。そのため、これら季節風及び海流の影響が及ぶインド亜大陸北西岸、アラビア半島南東岸から東、アフリカをつなぐ大きな往復航路に様々な小さな航路が接続される形で交易路が成立した。なお、これより南の海域では、北赤道海流や赤道反流などによる東西に循環する海流があり、これらに乗って東南アジア島しょ部のモンゴロイドがマダガスカルに定住したと言われるものの、交易路としては成立しなかった。ありがとうございます。